うん、香ばしくていいですね。これおやつでもいいでしょ、ね、お子さんのね。これね、ブロッコリーも食べてくれるか。こんにちは、フェリーチャオイケです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは、今日はブロッコリーのガレットです。ブロッコリーのガレット、はい、チーズ焼きですね。じゃがいもだと千切りにしてなんかやるような感じのやつだよね。ですけども、うん、今日はじゃがいもも入れずにブロッコリーのみ使った、チーズ焼きです。ガレットってね、薄く伸ばして焼いたものって意味なので、うん、はい、もう薄く伸ばして焼いたものは基本ガレットです。あ、そうか、それはもう具材が何であろうとガレットで呼びましょう、うん、はい、はい、今日はブロッコリー1房、そしてシュレッドチーズ、あとは片栗粉、白ワイン、アンチョビ、オリーブオイル、胡椒です。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、皆さんの献立作りにもお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、それではブロッコリーをカットしていきます。まずね、この茎の部分をカットして、今日はガレット薄く焼くんで、少しちっちゃめの房にしてください。バラバラしても大丈夫です。全部まとまりますから後で、はい、茎の部分も美味しいですから、ちょっと厚めにパスタ ね、 ね、皮を落として、はい、これで繊維がね残りませんから、うん、美味しくいただけると。はい、それでは電子レンジでブロッコリーチンします。先にねちょっと火入れちゃいます。なるほど、ね、クタッとさせてからの、ガレットで、さらにさらにアンチョビ2切れ。あ、一緒にチンするんだ。一緒にチンしちゃいます。もうチンして火入れて、後でこう混ぜてあげると。なるほど、はい、でさらに白ワイン大さじ1杯、ちょっと風味付けです。これ料理酒でも結構です。まあ言ったらもうこれで白ワイン蒸しができますからね。確かに、はい、でお塩はいりません。今日チーズの塩気とアンチョビの塩気だけでいただきますんで、うん、では600W、約4分、1房使わない場合はもうちょっと少なくてもいいですけど、今日1房たっぷりですから4分やります。おい、色鮮やか、美味しそう、綺麗ですね。じゃあここに加えるものは片栗粉とチーズだけです。つなぎとね、じゃがいもの代わりですよ。だから小麦粉じゃないんだ。小麦粉じゃないですね。これまさにね、じゃがいもからできてますからね、片栗粉ってね、うん、確かに、はい、そしてチーズ、シュレッドチーズが、はい、約60入ります。で、あとはもうよく混ぜます。ちょっとね、潰し気味に混ぜていただくといいと思います。もうブロッコリー少し潰れても大丈夫です。で、アンチョビもね、ちょっとこう全体に行き渡るように潰してあげてください。それだけ美味しそうだね。もうこれね、これで食べてもうまいよね。美味しいよね。あ、チーズ溶けてますからね。で、これを焼くんですよ。焼きチーズにしたいの、ガレットにしたいの、ね、これはもうお酒のつまみ、あとお子さんのおやつにもぴったりよ。ではフライパンにオリーブオイルを大さじ1引きます。オリーブオイルが温まりましたんで、このブロッコリーね、焼いていきましょう。ドンと、すごいね。すごいでしょ。火はね、もう中弱火ぐらいでいいです。そんなめちゃめちゃ弱火じゃなくても、大丈夫です。もうブロッコリーは火入ってますから固まればいいです。もうチーズが焼けてきて美味しい焼き色がつけば、もう実は完成っていう、すぐできちゃう料理です。じゃあこれしっかり押さえたんで、ここからね 4,5 分焼いて、裏面も焼いて約10分焼くと完成でございます。今ね、5分ほど焼きました。 4,5 分ね、はい、こんな感じで、お、いい焦げ目ついてますね。わかります？見えてます？はい、見えてます、はい、焼き色ついてます。ひっくり返しましょう、はい、一度。いや、これはもうね、ダン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 って今ドラムロールが鳴ってます。やっちゃう？今日はやっても今日はやってもいいよ。あ、いいよ。やってもいい。崩れても整形しできるもんね。直すことができるから、崩れても OK だから今日はいける、はい、いきますよ、はい、はい、せーの。ちょっと、あ、ギリギリアウトだね。フライパンの上だから、はい、セーフ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 、成形できます。セーフセーフ、これはセーフですね。仮にぐちゃぐちゃになってもセーフです、ね、でも怖い方はお皿に1回スライドさせると確実に上手にできます。じゃあ残りあと4分ぐらい、はい、ね、裏側も同じ色の焼き色つければ完成です。はい、はい、裏面もいい焼き色ついております。はい、はい、それではもう完成です。うん、はい、完成ですね。はい、はい、じゃあ仕上げにブラックペッパー引いて、ちょっと風味を増しましょう。で、あとね、粉チーズある方とかパルミジャーノある方は最後削っていただくと、ね、さらに美味しくなります。はい、はい、完成です。はい、うん、やっぱチーズのこの焦げ目香ばしくていいですね。焼きチーズ美味しいです ね、うん、そしてやっぱりブロッコリーとアンチョビやっぱ相性いいですね。合いますね。ね、
ワインに合うわ。これおやつでもいいでしょ、うん、ね、お子さんのね。せっかくだからペペロンオイルかけましょう。辛み合うと思うんだよな。いただきます。確かに辛いの欲しい。ピッツェリアでピッツァにかけた感じの味になった、ね、チーズとやっぱ合うね、うん。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日使った調味料、そして私が今飲んでる、2月のワインですね、アリエニコになりますが、我々のネットショップアオズターボラで販売しております。よろしければ覗いてみてください。振り返り、はい、反省トークということで、はい、今日のもポイントをね、まずは今日のポイントはレンジでちょっとねブロッコリー火入れてあげて、あとちょっと崩し目にしてあげるとフラットなね状態で、はい、ガレットができますので、うん、そこにまあアンチョビの塩気とチーズ入れていただいて、もうさっと片栗粉入れて混ぜたらもう終わりですよ。はい、はい、ね、まあ、僕がちょっと肌から見てるの気をつけなきゃいけないのは火加減かなと、はい、あんまりちょっと強火でいっちゃうとチーズが真っ黒になっちゃうから、溶けちゃうからね、ね、はい、はい、で反省トークで言うと、もう本当に一回ちょっと来る前にやっぱジョージローさんの動画を見て一回研究してからここに来るべきだったなと思いますね。いやいや研究しても無理なんだよ。あれは研究じゃもう、あれはもう数よ数。私ができるまでガレット続けていいですよね。